飛脚のふんどしは佐川急便のトラックにまつわる都市伝説である。1991年の年末頃から主に小学生の間で知られるようになり、1993年には都市伝説として女子高生を中心に爆発的な流行を見せた。佐川急便のトラックに描かれている飛脚の赤いふんどしに触れると幸せになれると言われ、 触ろうとする人が増えた。中には、高速で走っている最中なら、なお良いという伝説もあった。その後エスカレートして、一部では、男性配達員の尻を触るといいという伝説まで、存在した。佐川急便へは1991年頃から、この噂に関する問い合わせが来るようになった。この噂に対して、佐川急便の広報担当は、 根拠はありませんとの見解を示している。しかしながら、1992年の東京佐川急便事件によりイメージ低下が懸念されていた状況の同社では、イメージ上昇を図れる、この噂に乗じて、幸せ運ぶ、飛脚人形を30万個作って顧客に配布するなどの広報活動を行った。なお、この噂により、 佐川急便のトラックへ近寄ったり触れたりする事案が多発し人身事故発生の恐れがあった頃から同社は配達員に対して発射直前はバックミラーでよく安全確認をするようにとする通達を発して事故防止を図った諸説あるが有名なのは1992年に発生した東京佐川急便事件で 当時の金丸新副総裁が5億円の愛炉を受け取ったが20万円の罰金で終わったことから佐川急便イコールお金持ちになれるという噂が女子高生を中心に流れ都市伝説化したというもの走行中のトラックに触れる行為は非常に危険なために現在はふんどしではなく赤いパンツになっているのではないかと言われている実際に同社のウェブサイトにおけるマスコット 飛脚くんは赤いパンツに縞模様のシャツ姿である。また、1990年代後半に SG ホールディングスグループが CI を導入したことにより、荷台のデザインそのものをギャラクシーカラーと呼ばれる宇宙と星雲をイメージした塗装に塗り替えており、飛脚は側面の隅に小さく描かれているだけのものが増えている。これは飛脚の絵が、 銀色のボディに白くペイントされているため、近づいてよく見ないと目立たない。2007年3月21日からは、セールスドライバーをイメージした新飛脚マークに置き換えられ、飛脚のふんどし自体が過去のものになりつつある。ギャラクシーカラーのトラックでは順次旧飛脚マークの上に新飛脚マークが貼られており、現在ではごく稀に見られる程度である。 ただし、飛脚マーク自体は、会社の社掌でもあるので、用途を限定して使用されている。ABC、朝日新聞1993年12月11日、夕刊西部本社版11面 AB、読売新聞1993年12月25日、夕刊西部本社版8面、木原博勝、岡島正明、市ヶ谷はじめ、都市の穴二た社。 双葉文庫2003年60ページ。ありがとうございます。